この基調講演に対しましてですね、WHO の精神保健部部長のシェーカー・サクセナ様からコメントをいただきたく思います。よろしくお願いいたします。Thank you very much. マクさん、そして OECD の同僚の皆様、素晴らしい報告書を準備してくださいました。また素晴らしいプレゼンテーションをしてくださいました。ありがとうございます。マークさん、ありがとうと申し上げているんです。素晴らしいペーパー、あなた、そして同僚皆様が準備してくださいました。御礼申し上げます。またプレゼンテーションも素晴らしかったです。私どもは可能性ということで、こちらはもうペーパーの中に盛り込まれておりましたので、もうこれ以上言うことはございません。4つコメントさせていただきます。まず最初ですけれども、ペーパーは政策ということでございました。政策のオプションはどんなものがあるのかということでした。おそらくもう少し重要なのは、このような認知症に関しては悲観的な見方を取り除くということでしょう。多くの人が言っております、ドクター言っております、あまりやることはない。また同様に政策立案者におきましても、こちらは大きな負担であるというようなことを言いますけれども、あまりなすべきことはないというふうにおっしゃっておられますので、こういったバリアを取り除くということです。政策ペーパーは明確に言っております。2つのことを言っております。つまり選択を行うことができるということ、また行動しないということのコストは非常に高いということなのです。こちらが最初のメッセージで、それをペーパーから読み取りました。つまり政策立案者に対するメッセージです。皆様方が責任を持っているのです。皆様方の行動というのが大きな違いをもたらすのです。認知症の負担が将来においてより効果的に効率的に取り組んでいくことができるのか否かを決めるのは皆様だということです。2つ目のコメントですけれども、政策を立案する際にはより多くのさまざまなステークホルダーを関与させるということが重要です。政策というのは孤立の中で作っていくというものではありません。ですから教育協議の中で、そういった環境の中で作られていくべきものだということなんです。最も効率的な手法、あるいは効果的な方法を作るためには必須のことです。より多くのステークホルダーが関与するということが大切です。それはさまざまな省庁、政府の中だけではありません。非政府の組織、あるいは市民の組織、そして非常に重要なことは認知症の方々とその家族の皆様ということです。これらの関与が必須です。そういったことをこちらのペーパーでも強調されていたと思います。で、みんなが一丸となって政策を作っていくということなんです。3つ目のコメントですけれども、次のステップは何なのかということなんですが、こちらのペーパーというのは OECD、WHO に対しまして、各国政府のコメントというのはぜひ出してください。でも次のステップというのは、これらの政策の解析をもっと広範に行うということ、各国をより深く関与してもらうということ、そしてもっと多くのデータ例を出すということなんです。 OECD を WHO といたしましてもう支援してまいります。チリ、あるいは他の国、 G7 を超えた国、 OECD の国だけではありません。 WHO の加盟国に対して支援をしていきます。世界各国を支援していきます。そしてそれによってより深掘りしていきます。もっと多くの例、より多くのデータを出していきます。そしてそれによってより多くの情報を持つことによってより良い結論が出せるようにということです。で、こちらが私どもの3つ目のコメントということです。では4つ目ですけれども、 WHO がどのように助けることができるのかということなんですが、分析をする、それだけではなくて継続的な作業をするということです。行き当たりばったりではなくてということなんです。ですからまず始めるということが大切ですが、その後は継続的に作業を続けていくということです。データを集めて分析を行っていくということです。定期的に継続的に重ねていくということなんです。それによって直近の情報が出た時には分析を間髪入れずにやるということです。そのためには継続的にデータを集め、そしてそこからの解析の結果で政策を立案していくということなんです。それが WHO-OECD の役割ということなのです。この4つのコメントをもちまして OECD のに対しましては御礼を申し上げます。ペーパーを作ってくださいました。そしてご清聴皆様ありがとうございました。